それスノーマンにやらせてください。ラウール渡辺阿部が金魚すくい選手権で覚醒。人気グループスノーマンの看板組、それスノーマンにやらせてください。TBS 系金曜午後8時。6月9日は、スノーマンが全国の大小様々な大会に参加し日本一を目指す新企画、その大会スノーマンにやらさせてくださいを放送する。 今回は、600人以上が参加する熊本県の歴史ある、九州金魚救い選手権大会にラウールさん、渡辺翔太さん、阿部良平さんが挑戦。金魚救い初心者の3人は、事前に特訓を重ね、本気で優勝を狙う。大会当日には、芸能界屈指の金魚育成家としても知られるタレントの翔平さんが応援に駆けつけ、3人を激励。ラウールさん、渡辺さん、 安倍さんの快進撃に、スタジオゲストのキリンの川島明さんも、日本一あるよ、と興奮する。